どうして私がこのようなことをしているのか、あなたにはわかりますまい。古い体制を一新し、国を作る。そのために、すべてを壊す必要があったのですよ。いわば、生贄といったところですかな。あなた、そんな恐ろしいことを。王家のあなたには、民の怨嗟の声が聞こえますまい。苦しむ民の叫びに耳を傾けぬ王家の者こそ、むしろ恐ろしいのではないですかな。そんな…もっともそんな王家と、妃の死に囚われたままの無能な王だったからこそ、思うままに操り、失政を行わせるのが簡単だったのだがな。そして、民の不満はすべて王家へ向けた。私はそれを正し、旧国の英雄に、新王となるのだ。カタリーナやグレインズも王の後を追うだろう。私から王への鼻向けだ。まさか、お父様を殺すようにエイダに命じたのは。そうだ、それもオラフの希望でな。お父様が、なぜ。また魔人の力に何か関係が。知らぬ。オラフは魔人について語ったが、さて話はここまでだ。この国を去れ。アリシア、お前は真実を知る必要はない。待って、教えて、何を隠しているの。ヘルツォーク、答えて。これ以上深入りするな。お前を幼き頃から知る俺にその命借り取らせるな。逃げようというのですか。逃げる道もありましょうが、私はグレインズ将軍の意志を継がねばなりません。ここは通せません。どのような状況であっても、あなたはこの国の女王になる方、責任を全うしていただきます。アリシア様。
俺はあなたに。アリシア姫だ、見つけたぞ。こういう殺伐とした雰囲気嫌いじゃないで。あんたの力見せてもらう。戦いを楽しむのもここまで。
獣め、もうあんたを王女とは思わん。